星野達夫は、作家、翻訳家、朝日グラフ編集長。流長という表記もある。本名は、星野達夫。モーリス・ルブランの、アルセーヌ・ルパンシリーズの翻訳で知られる。長野県下稲国飯田町出身。旧正東京外国語学校仏語科卒業。卒業後は、文部省勤務。1918年、東京市神楽の書店で、ルブラン作。 怪盗新シルパンフランス語現書を見かけ、ユニークな題名に惹かれて購入。読んでみたら、星野自身が内容の面白さに引き込まれ翻訳をしたと伝えられる。文部省役人としての立場上、本名で翻訳活動にあたることをはばかり、本名の漢字を入れ替えて、筆明とした。1918年、今後社者から星野による最初のルパン翻訳、改新誌出版。 この混合社間のルパン作品はデビューして、早速シリーズが、星野は次々にルパンシリーズを翻訳していく。このシリーズの一編として1918年に発売された奇岩城は、現代から離れて星野が考案した役代であり、内容を的確に捉えた名タイトルとして知られることになる。また、同シリーズで、フランスでも新作だった虎の牙上官。 下官を上官、虎の牙、下官、種の狼として、いち早く日本書訳して紹介している。1924年8月20日から12月19日の期間、東京朝日新聞の夕刊市上において、ルブランのカリオストロ白爵夫人を星の自らの訳により、ルパン怪奇探偵王魔の種と題して連載小説として掲載し、後に、 妖魔の種の署名で東京朝日新聞出版部より単行本化して刊行した。1925年、平凡社発行のルパン全集全十二巻では、日本初訳となる緑の目の霊場、謎の家などを加え、当時発行されていたルパンシリーズをほぼ網羅している。戦時中は陸軍軍属としてニュース映画制作に当たっており、ベトナムで終戦を迎えた。 そのような経歴から、戦後は一時期公職追放となっている。公職追放が解除されてからは、再び活躍して、ルパン全集を何度も再刊した。星野が翻訳家として活躍し始めた当時は、著作権の概念はまだ一般的でなかったが、その時代にあって、星野はルブランに翻訳権料を支払い、正式に権利を取得した上で翻訳を行っていた。 そのように手続きを踏んでいたこともあってか、ルブランから原稿をそのまま入手して、翻訳に当たることもあった。星の和は格調高い名調子で知られ、長く、ルパンといえば、星の和という時代が続いた。ルパンを、ルパンとする表記は、星野が考案者であるとも言われる。この点では、異説もあるが、星野が日本人にとっての呼びやすさなどを考慮して、ルパンを使用し、 その呼び方の定着に大いに貢献したのは確かであろう。ルパンシリーズの中でも傑作長編として知られる作品、祈願城の役代を考案したのは星野であり、この表題は現在の翻訳者たちも採用する名タイトルとなっている。他に星野による名タイトルとしては登場人物の特徴から発想したという種の狼が挙げられる。 その翻訳は原文を注意深く参照した上で、綴られた星野流の名調子であり、また物語を改変した箇所も確認されていて、厳密な前訳とは言えないが、その事実を含めて考えても、彼の役業は戦前、戦後日本のルパン受容師の中で欠かせない重要な仕事であったと言える。星野ルパンは、現在入手が困難になっており、復刊を望む声も聞かれる。 ありがとうございます。